こんにちは、マイファームの勝俣です。今回は有機栽培で使う有機質肥料の一つ米ぬかについて、どういった効果があるのかであったりだとか、どういう使い方をするのかというところを初心者の方向けに紹介をしていきたいと思います。まず米ぬかとはどういったものなのかというところになるんですが、こんな形ですね。こういったサラサラしたようなものになります。匂いはそんなにしないようなものになりまして、米ぬか、そもそもこれが何なのかっていうところになるんですが、ご自宅で白米皆さん食べられてると思うんですが、玄米から食べる方もいるかと思います。でその玄米が白米になる過程で、この周りの皮の部分ですね、こちらを削ったものがこちらの米ぬかになります。でこの米ぬかですね、お米屋さんなどでよく販売されていたりだとか、精米所行かれる方に関しては精米所で無料でいただくことなんかもできます。それ以外に言うと、ホームセンターで肥料用として販売されていることもありまして、まあ、こういったサラサラした状態ではなくて、粒状の米ぬかペレットという形で、粒状のペレット状になっているものがありますので、まあ、風の強い日なんかは、まあ、こう風で流れてしまったりということもありますので、そういった粒状のものが扱いやすかったりするかなと思います。で普通の精米所なんかでもらえる米ぬかと、ホームセンターで販売されている米ぬか、どういった違いがあるのかというところになりますが、こういった米ぬかですね、まあ、普通に使う分で言うと脂肪分が結構含まれていたりします。なので畑にそのまま撒いたりすると、水を弾きやすかったりだとか、雨がたくさん降った時に関しては少しこう土が固まりやすくなってしまうというふうなことが発生します。それ以外に少しカビが生えやすかったりというふうなこともありますので、初心者でちょっと気になる方に関しては、ホームセンターでそういった脂肪分が抜いてあるものですね、そちらを使っていただくのが使いやすくていいかなと思います。まあ、普通の精米所でもらってきたものを使うにしても、使い方気をつければそんなに難しくないので、どちらでも手に入りやすい方で使っていただけたらと思います。その使い方に関しては後で詳しく紹介をしていきたいと思います。続いて米ぬかの特徴と、向いている野菜、あとは使い方を紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね、特徴に関してですが、特徴としてはこちらの米ぬか、窒素成分は少なめで、リン酸分が多いと言われています。リン酸分が多いということがありますので、リン酸肥料として使うことができます。また微生物の餌となるものになりますので、土作りとしても使うことができます。でその次ですね、2つ目、向いている野菜に関してですが、先ほども言ったように米ぬかに関しては原料がお米になります。お米になりますので稲ですが、稲は単子葉類って呼ばれるものになりまして、最初発芽するときですね、こうまっすぐピュッと発芽するようなものになりまして、普通の野菜で言うと双葉がこう出てきたりというのがあるかと思うんですが、それとはまた別の単子葉類って呼ばれるものになります。なので他の単子葉類と相性がいいというふうに言われていまして、おすすめの野菜で言うとネギであったり玉ねぎ、またトウモロコシなんかは味が美味しくなるというふうに言われていまして、それ以外で言うと里芋なんかもいいというふうに言われています。3つ目、使い方について紹介していきたいと思いますが、まず畑にこう直接撒いて使う方法に関してですが、畑に撒くときですね、この米ぬか畑にこうパーッと撒いていただいて、クワで耕すというふうな形になります。でこの米ぬかですね、先ほども微生物の餌になるっていうお話させていただきましたが、微生物がこうたくさんこう集まってくるっていうこともありますので、その分餌として使うので窒素分がすごく必要になってきます。なので窒素の肥料をこの米ぬか入れてあげるときには一緒に入れてあげるというのが必要になってきます。またその分解のために熱やガスなんかをこう発生するというところがありますので、畑に入れてからすぐに野菜の苗を植え付けてしまうと、そのガスで根っこがやられてしまったりということがありますので、畑に入れてしっかりこう混ぜてあげてから、だいたい植え付けまで2週間ぐらい
置いてあげるといいと思います。で、土に入れるときですね、しっかりこう混ぜてあげないと土が固まりやすくなってしまったりというところがあったりしますので、しっかり土の中に混ぜてあげるというのが必要になってきます。またこちらの米ぬかですね、有機質肥料になりますので、有機質肥料の中でもすぐに効くものではないので、ゆっくりゆっくり効いてくるような形になります。なので元肥として入れてあげるのが一番いいかと思います。追肥には向かないような形になりますので、まあ、野菜作りの最初の畑の準備の時に入れてあげるというのがおすすめです。その他の使い方で言うと、ご自宅で出る生ゴミであったりだとか、畑でこう出てくる野菜の残渣ですね、葉っぱだったりだとか茎の部分がこう不要になって畑で細かく刻んだりというところがあるかと思うんですけれども、そういったものにこの米ぬか撒いてあげると微生物の餌となってその分解が早く進むというふうにも言われていますので、まあ、そういったものとこう実際にこう混ぜて堆肥として使ってあげるというふうな使い方もできます。その他にもヨトウムシの餌となるというところでヨトウムシのトラップとして使えたりだとか、ハイカビ病と呼ばれるものの予防になったりするというふうにも言われていますので、米ぬかいろいろな使い方があります。またこの米ぬかの保存方法に関してですが、このまま置いておくと結構こう虫が寄ってきやすかったりということもありますので、しっかりこう密閉して虫が入ってこないようにしてあげて、まあ、冷暗所に保管してあげるというのがおすすめです。それでは最後に使い方のポイントについておさらいをしていきたいと思います。まず使い方としては、一番最初ですね、土にそのまま混ぜるという方法で、2つ目がぼかし肥料として使う方法で、3つ目が残渣などにこう混ぜて分解に使うという方法、この3つになります。で、一番最初の直接畑に撒く場合の注意ポイントに関してですが、まあ、植え付けの2週間前までに行うというところ、また量を入れすぎないというところと、しっかりこう畑に入れたら混ぜてあげるというところが注意するポイントになります。特徴としてはもう一度繰り返しにはなりますが、リン酸が多いということもありまして、おすすめの野菜としてはネギ、玉ねぎ、トウモロコシ、里芋なんかがおすすめの野菜になります。それでは米ぬかを撒いていきたいと思います。このような形で畑に米ぬか入れて桑などで耕してあげるというふうな形になります。先ほど結構畑に入れてから2週間ぐらい置くという話をしましたが、これくらいの少量であればそんなに神経質にならずに、もうちょっと早く植えてもいいかなと思いますので、それは量によって自分で調整をしてみてください。米ぬかの使い方に関しては以上になります。今回の米ぬか以外にも有機栽培で使う肥料ですね、堆肥であったりだとか油かす、鶏糞についてもどういった使い方をするのかであったりだとか、どういった種類があるのかというところを紹介してますので、興味のある方は合わせてそちらも一緒にご覧いただければと思います。ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。
このチャンネルでは家庭菜園や有機栽培のノウハウをメインに農業についてのさまざまな情報を発信しています。動画制作の励みになりますので、参考になった、また見たいと思っていただけたら、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回もお楽しみに。